1月23日、坂出市立加茂小学校でも高校生開発給食メニュー食育授業が行われました。これは坂出第一高校食物科の生徒が開発した給食メニューを通して、市内の幼稚園や小学校、中学生の子どもたちに自分たちの住んでいる地域で取れる食べ物を知ってもらうとともに、地域への愛着と理解を深めてもらおうと、坂出市が坂出第一高校食物科と協力して行ったものです。坂出市では去年6月より坂出第一高校食物科3年生と共同で地場産物を活用した給食メニューの開発に取り組んできました。最初はグーじゃんけん。開発したメニューは金時人参や金時みかんなど坂出の特産物を使用した全14品で、これらのメニューが1月から3月までの期間、市内の幼小中学校の給食の献立に取り入れられます。はい、この日給食には金時みかんを使用したチーズタルトが出され、子どもたちは口いっぱいに頬張っていました。また金時みかんの特徴やレシピを紹介している動画も流され、児童たちは興味深そうに視聴していました。皆さんにもっと知ってほしい、野菜をもっと楽しんで食べてもらいたい、レシピを考えるにあたって農家の方から野菜栽培の思いを伺ったり、市内の栄養教諭から学校給食についての話を聞きました。今までに食べたことないぐらいとても美味しかったです。なんかみかんの甘さとクリームチーズの甘さがあっとって美味しかったです。高校生の人が考えたレシピなので、次も食べてみたいと思いました。高校生が作ってくれたのですごく美味しかったので感謝しています。翌日24日には坂出市立河津小学校で、児童と坂出第一高校食物科の生徒によるオンライン交流会が行われました。交流会は6年生42人が参加し、高校生から各メニューのプレゼンテーションを聞いたり、高校生が開発した給食メニューの感想を発表したりしました。高校生のプレゼンテーションでは、開発した14品のうち6品の作り方や特徴を紹介しました。一方、開発した給食メニューの感想では、総合的な学習の時間でフードロスについて学んでいる児童が、給食に出るのが楽しみだったが食べてみてどうだったかなどを発表していました。このグラフの通り、このメニューも全員が美味しいと答えました。その理由は、衣がカリカリしていたこと、いろんな芋が入っててホクホクしていたことというのがありました。最後に質疑応答が行われ、児童からメニュー作りで楽しかったことや大変だったことなどの質問に対して、高校生たちは丁寧に答えていました。ソースだけでも5回か6回ぐらい作り直しをしました。でサラダはサラダ単体で食べやすいサイズに切ってみたり、3度か4度ほどは試作いたしました。給食を食べているだけだったけど、その給食を作るのにたくさんの試作をしていることを初めて知りました。なのでこれからも給食を感謝して食べたいと思いました。明日も豚金時があるので、料理のポイントを聞きながら美味しく味わいたいと思いました。給食のメニューでどうやって そこの完成点にたどり着いたかとかが、分かったので、自分は、これから、給食を食べるときは、まず、感謝して、いただきますや、ごちそうさまを言いたいです。
もともと給食にはいろいろな人の関わりがあることを知っていたけど、このような交流をして改めていろいろな人が関わってくれていることが改めて分かりました。僕は初めて Zoom で交流して本当に緊張しました。でも高校生はとっても優しく接してくれたので喋りやすかったし、意見も言うことができました。なので僕はこの交流体験で分かったのは、高校生が心を込めて感謝をみんなに伝えようと感性を込めて作ってくれたので、僕はその食べ物たちに感謝をしたいと思いました。なお明日25日は市内の幼小中学校の給食で高校生が開発した金時芋を使用した肉じゃがのメニューが登場するとのことです。